皆さんこんにちは。はじめまして、堀郁夫と言います。今日はご家庭で簡単に作れる和食として親子丼の作り方をご紹介します。親子丼を作る食材の紹介をします。こちらが鶏もも肉、卵、玉ねぎ、青ネギになります。まず玉ねぎから切っていきます。玉ねぎは皮を剥いてもらって、はい、根っこのところ、ここは V 字にこう切ります。で、今日はこの繊維がこう縦に走ってますので、繊維に沿ってスライスしていきます。だいたい 2,3 ミリの厚さにスライスしてください。こうスライス縦にしましたけど、こう横にすると繊維に逆らって切ると、こういう切り方をすると煮た時に煮崩れしにくい、で、あと歯ごたえがある。どちらの切り方でも大丈夫です。お好みの方 で青ネギを切ります。ネギは斜めに切ります。こう引いてやるっていう方法もありますね。包丁を立てて、こうすると時間はかかりますけど、こうつながってこない、きれいに切れます。白い方は甘みがあって、青い方は彩りがきれいですね。香りがあって、彩り大事ですね。どちらでもいいです。包丁を立てて、で引いてきます。これを笹打ちと言いますね。この形が笹の葉の葉、笹の形に似てるから笹打ちと言います。竹の葉っぱですね。はい、ネギが切れました。はい、で鶏肉を切ります。これ鶏もも肉になります。開いてもらって、手で軟骨がついてたりとか小骨があったりするので、それを確認して、取り除きます。はい、手で確認してもらって、あとここが足がついたところなんで、どうしても筋が太いので、この筋の部分を、先の部分の筋を取ります。で、こう筋がたくさん走ってますから、打ち当たりよくするために包丁の刃元で軽く叩きます。はい、で皮目を下にして切りますね。皮目を上にして切るとこう滑ってしまうんですね、どうしても。で、あと皮って一番油が多いところなんで、もしヘルシー志向というか油がいらないっていう人は、この皮をこう剥いで切ってもらっても大丈夫です。あと鶏肉もいろんな部位がありますけど、ささみとか胸肉とか、もも肉の方がね、この料理には合ってますね。うまみがあって、どうしてもささみとか鶏胸肉は脂身が少ないので、ちょっとパサついた感じになるんですね。はい、で 1.5 センチぐらいの棒状に切って、それをまた同じように 1.5 センチぐらいの幅に切ります。基本は一口サイズですね。和食っていうのは基本は一口で食べれる大きさで切るのが多いです。お箸で食べますから、あんまりこう食いちぎったりとかそういうのしませんので、お箸で一口で食べれる、お箸で持ちやすくて一口で食べれる大きさに切るっていうのが、基本的な切り方になります。あと火が入るので、あと縮むんですね。ですから、ちょっと大きめでも多少大丈夫です。これは好みですね。大きさは自分の好きな大きさに切ってください。じゃあ熱湯を準備して、先ほど切った鶏肉を入れてさっと湯がきます。
表面が白くなる程度ですね、表面だけ。こうすることによって鶏肉の臭みが取り除けます。中は生ですね。はい、でザルにあげます。これももう 数秒、10秒ぐらいですね。はい、あと水に落として熱を取ります。はい、じゃあ揚げますね。はい、ここでキッチンペーパーで余分な水分を取ります。親子丼の煮汁を合わせます。はい、鍋にまずお水 300cc、 はい、お砂糖 20g、 蜂蜜 40g、 あと濃い口醤油 60cc、で入れたら火にかけます。日本料理のお店というか、あのプロが使う、こう鍋なんですけど、やっとこ鍋っていうんですね。これはどうしてこういう形をしているかというと、普通鍋って言ったら柄がありますよね、取っ手があったりとか。これはないんですね。でその代わりにこういうペンチのようなもの、これやっとこっていうんですけど、これを使って、これ利点っていうのは、まず大きさが大中小っていろいろあるんですけど、厨房っていうか調理場っていうのは狭いんで、こう重ねられるっていう利点があるっていうのと、あとは柄がないので、柄があるとどうしてもこう燃えてしまうんですね、火口がたくさんあるので。はい、まあ、ないことによってそういう燃えるってこともないですから、そういう利点があります。はい、沸いてきましたので、まず玉ねぎを入れます。はい、あと鶏肉を入れます。はい、これで火を通しますね。まあ、ここでだいたい 2,3 分火を通します。沸騰するまでは強火で、沸騰してきたら火を弱めて、まあ、アクが多少出るのでアクを取って、はい、沸騰してきたのでちょっと火を弱めます。だから霜降りしたのであんまりアクが出てこないですね。ほとんどないですね。はい、これさっきみたいに鶏を霜降りしてなかったらアクがいっぱい出て煮汁が濁りますね。これは一応薄口醤油、濃い口醤油ってあるんですけど、濃い口醤油の方が合いますね。はい、まず卵を割ります。割っておきますね。卵は1人前は2個。はい、卵を溶くんですけど、あまり溶きすぎない、もう本当にお箸でこれぐらいですね。ちょっと卵白が残ってるぐらい。こうすることによってふわっと仕上がります。決して混ぜすぎないようにしてください。ちょっとちっちゃめのフライパンを使います。はい、で、だいたい 60cc の煮汁を入れます。お玉いっぱい。はい、これで1人前です。はい、で火にかけます。この中でさっきご飯を入れておきます。はい、はい、これは丼鉢って言います。丼鉢は普通お茶碗っていうのは、ご飯を入れるお茶碗っていうのはこれぐらいの大きさですね。丼鉢っていうのはこういうふうな陶磁器でできたちょっと深めの鉢になります。これで、作ったご飯の料理ですね、これを丼って言いますね。今日は親子丼ですけど、例えば
うなぎ丼ぶりうな丼とか、天ぷらを持った天丼とか、あと牛丼とか、いろいろありますね。はい、だってこれぐらい、この段階仕上げる前に持っておきます。はい、沸騰してきたら卵を大体3分の2ほど入れます。火加減は中火ぐらいにして、で周りから入れますね。はい、で3分の1残しておきます。でこの時に少し鍋をこう振ります。でどうしよう、周りから火が通ってくるので箸で少し中心に寄せますね。はい、2度に分けてふんわり仕上げたいんで、半熟程度に仕上げたいんで、はい、はい、残りの卵を入れます。でこの時に青ネギですね、さっき切った青ネギを適当にこう散らしてください。はい、でこれで鍋をこう振りながら、これしないとくっつきますんで、はい、でもし半熟が嫌だとかいう人はもう少し火を通してもらって大丈夫です。で卵も生食用の卵を売ってるので、できればそれを使ってもらった方がいいですね。トロトロが、はい、これぐらいですね。はい、これで出来上がりです。お待たせいたしました。こちら今日の親子丼ぶりと、豆腐とわかめの赤だしの味噌汁、でさつまいものレモン煮で漬物になります。どうぞお召し上がりください。 ありがとうございます。terima kasih Chef Hori. Ini tuh harum banget dan pasti enak buatan Chef Hori. Aku langsung makan boleh ya? いただきます。Ini tuh chef masaknya sebentar, tapi bumbunya tuh meresap banget ya ke dagingnya, terus si telurnya meleleh banget di mulut aku, toro-toro, jadi pengen makan terus. そうなんです。親子丼は卵をトロトロ加減に仕上げるのがポイントなんです。Terus si bumbunya tuh meresap banget ya ke daging. Wah ini enak banget chef, chef Hori.手に入りやすい食材で短時間に仕上げれますので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。aku juga gak sabar nih buat cobain masak di rumah. Teman-teman juga harus cobain ya. Oke, aku langsung lanjut makan ya, harus habis nih. Chef, aku lanjut makan ya. どうぞどうぞお召し上がりください。